HRP-4C は独立行政法人産業技術総合研究所が開発したヒューマノイドロボット。2009年3月16日に発表された。身長 158cm、体重 43kg。身長は1997年度の日本人、成人女性の平均身長である。バッテリーにはニッケル水素電池を使用している。 連続稼働時間は20分間。制御用、プロセッサー Pentium M1.6GHz、音声認識用プロセッサビア c 七 C71GHz を搭載している。HRP-4C の顔は、産総研の女性職員5名の平均顔から、作成された。顔の制作は、アクトロイドの制作会社である、株式会社ココロが担当している。二千九年七月十二日には、 大阪のリーガロイヤルホテルで行われたファンションショーでウェディングドレスを着てモデルデビューしその場で三夢という愛称が発表された。同年秋に開催された C-Tech Japan 2009ではヤマハの音声合成システムボーカロイドを使い合成音声を合わせたデモも行われた。しかし東日本大震災以降ロボットに実用性が求められるようになり研究対象が 災害現場での活動を前提としたものにシフトしていく過程で HRP-4C の開発を中断。2015年現在はエンターテインメント分野への出演はすべて断り、介護用、パワードスーツの開発実験用として使われている。ありがとうございます。